今日はちょっとですね、ある人に呼び出されまして、ちょっとなんかいろいろ考えてるから待ってろと言われて、今ここで待ってるわけですけども、本当に何にも僕今日聞いてないですね。マジですか？佐藤さんの YouTube ですけど何も聞いてない感じですか？何も聞いてないです待ってたら来るのかな。来ると思います。なんか来ますって言ってたし、ちょっと待ってましょうか。一発目って感じですか？ YouTube の外ロケみたいな。最初で最後ですね。最初で最後ですか、はい、これからバンバンやるんじゃないですか、はい、いえ、記念に。なんか来ましたねお待たせ。おいおいおい現れ方が一番面白かったけど何にも映ってなかったよ。なんでナチュラルすぎてこのビルになんか半袖に来たのかなと思っただけですけど、運転されてましたね。そうですそうです。神木さん、今日の車これです。今日の車これですか、はい、どうぞどうぞ。神木さんどうぞ。助手席に。あ、僕がこれ乗ればいいんですか？そうです。え、ちょっとね、ま、もうちょっと詳しく教えてあ、そうだ、今日は、はい、今日は癒しの旅ということで疲れてらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。それでわざわざこんな車を用意してくれたんですか？はい、いや、もちろんですよ。車のチョイス、なんか普通もっとこういう、うん、なんか車内で我々がなんかこうトークしながら旅みたいな車だったら、なんかもうちょっとなんていうんですかね、可愛い感じの車でやるのが普通なんですけど、はい、これエンブレム、何のエンブレムだと思います？何ですか？佐藤。あ、なるほど、うん、佐藤なんだ。それでチョイスだ。そうです。今日のために特別にご用意させていただきます。ありがとうございます。で、まあ、やっぱり癒しの旅で、癒しの旅、僕らさ、多分2人っていうとさ、あるメンバーをちょっと、あ、他にもいると。いるんですよ。どこに乗るの？後ろにいる。なるほど。そうこれに乗るんですね。乗るんです。なので、まずとりあえず2人をピックアップしに行くというわけだ。そこからじゃないと話始まる。わかりました。実は目的地決まってないですよね。ほうほうほう。どこに行くかも、ほうほうほう、行き当たりばったりなんで、ほうほうほう、まあ、行く目星みたいな、なんかどっち方面かなっていうのはなんとなくは薄々個人的には決めてるんですけど神木さんがそこに連れて行ってくれるんですね。そうです。じゃあ乗りましょう。はい、はい、乗り込みます。どうぞどうぞどうぞ。うっす。どうぞお乗りください。ありがとうございます。先生神木さん、はい、すごいですよ。すごいですか？やってることが愉快愉快伊勢野さん、よし、ハムスターみたいな、どうぞさん、はいはい、普段運転されるんですか？車持ってないですけどね。あ、でもレンタカーとか。じゃあこの運転したことはもちろんあるんですよね？一回もないですね。神木さん、はい、不安です大丈夫、佐藤は不安ですどこに向かってるんですかね？とりあえず一人がね、はい、青山通りの方にいるって言ってたんで。青山通り行きましょう、うん、青山通りにいる。いやー、これさ、天童先生隣にかっここれは治療だって言ってもらいたいけどね。竹取りでもなかったもんね、こういう雰囲気の。え、マジで何すんの今日？2つぐらいはなんかこうあるけど、面白いのか。それは面白いな。それは俺は楽しいと思う。あくまでも何？マジわかんないんだけど。何？シート何なんその柄？やっぱ奥津黒荻いただけるようにちょっとふかふかな。何なんこの柄？シートの。見たことないよ。統一感もね。あ、ちょっとなんとなくこれ見てて。え、千葉？千葉とかよくない？嘘でしょ？いや、
それはその本は千葉なだけで、これとか日帰り遊び、マジで言ってんの？いろいろある。都内でいいです。え、何言ってんの？都内でいいです。もうちょい先にいるかな。どこにいるんだろう。いた。現れました。失礼します。いや、お疲れ様でございます。お疲れ。お疲れ。お疲れ様です。ケイスケ。はい。お邪魔させていただきます。ケイスケです。忙しいんじゃないの？全然暇ですよ。よろしくお願いします。もう一人いるんですね。普通に。ほうほうほう。その人が、はい、だから桜田通りで待ってるって。桜田通りで待ってる。って言ってたんだよね。ほう。なるほど。わざ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 誰だ。いや俺も把握しできないですけどね。あれですね、桜田通りにいることだけ把握してるんだ。そう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 。え、今日何するか聞いてる？いや、もう自由におもてなしをしてくれって。え、俺をおもてなししてこれくれようとしてるの？いやでもまあ僕はもう武雄さんがやりたい休日を、はい、俺がやりたい休日は、うん、はい、家で一人でゆっくりしたいんですよ。一人で止まった録画を見てたいんですよ。くつろぐって言うと多分家で寝転がって、はい、多分なんか見てるが一番究極のくつろぎでしょうって。家でソファーでテレビ千鳥ずっと見続けたいんですよ。で夜ノブさんとご飯行ってそれで終わるんだよ一日。終わる。だ外に出ることないでしょ。外に出ることマジでない。この時間午前中に、うん、外に出るなんてなんかもう本当に仕事以外で何年ぶりだろうみたいな。いやじゃあ今日はもう存分に日の光を浴びて、うんうん、本当にアクティブに行きましょう。アクティブに行こう。神木さん何してんすか休みの日は。休みの日家でゲームしてます。運転席と助手席がすごいインドアっていうことが言われて。お前人のこと言えんのか。圭介どっか行きたいところとかなんかこう。残念なことに何もわからないんですよね。だってまだ東京に馴染んでなさそうだよね、話を聞く限り。そうか。いや何しようかね。とりあえず昼飯食おうよ。いいよ。ちょっとお腹空いてきた。テイザー何食べですか？カレーカレー、カレーね。今、はい、今カレー食べたい。カレー食べたい。でね、これ昼飯なんですけど、うん、まあカメラ回ってるじゃないですか、うん、アポ取らなきゃいけないんですよ。やっとけよ。なんでだよ。アポ取らなきゃいけないんですよ、我々で。なんでそんな撮影いいですかって。本格的ロケ番組みたいなことしようとしてんだよ。もうそろそろじゃないかな。やってまいりましたね。うん、何通りでしたっけ。なんかね、桜田通りで待ってるって言ってた、ね、桜田通り、うん、あ、ご本人のご指定ですか。うん、もうちょっと近場がいいって言ったんだけど。結構遠いよね。結構遠いし、青山通りからね。うん、そこまでする必要があったのかな。なんかこだわりがあるんですか。こだわりが、うん、本当になんかはめられてる気してきた。ちょっとそこが桜田通りじゃないですか。あ、そこがね、桜田通りしたけど、なんか多分ここら辺って言われたんですけどね。観光客かな。看板の下で撮ってる方がいますね。あそこ止められないんで、ちょっとスルーするしかないです。神木さん、すいません、あのちょっとそこ止められないんでそっちに移動してもらっていいですか。あれ、びっくりした。なんかいましたね。いましたね。誰ですかね。そしてここの、おーい、おい、お声を聞いた感じは割とイケメンな、うん、聞き覚えるのでした。乗って乗って。いや、あのさ、乗って乗って。ほんと寒かったわ。乗って乗って。1時間そこにいる。お待たせして申し訳ない気持ちもあるけど全然ないよ。遠い。どこ行くの。いや、てかさ、うん、いや、あのね、行く方向はなんとなく、うん、え、どこ向かってんの。いや、どこ向かってんの、リュウちゃん。てか、リュウちゃん運転してんだね。そうだよ。で、神木さん、目的地があって今向かってるんですか。一応、目星はちょっとどっち方面にしようかな、みたいなことは決まってるので。どっち方面。なん
かんない。目的地がわからない旅は不安でもあり楽しくもあるね。あ、そうそう。お。でも千葉とかはちょっと先に行ってくださいね。心の準備が。まあそうだね。急にね。急に九十九里とか困っちゃうかもしれない。一応都内に向かってるってことでいいんですよ。都内のどこかお店に向かってるってことでいいんですか。まあお腹も空きましたしね。お腹空きました。タケルの実家とか向かってない大丈夫。怖いですよ。怖いよね。はい。急に誰かの実家とかやめようね。え、てかさ、今思った、え、高速に乗るな。あら、これはもう高速に乗るな。高速に乗るな。渋滞です、ね、今のところの取れ高は2分です。嘘でしょ、はい、2分カラオケなんすよ。いや、カラオケ実はすごくないですか。トークテーマ、はい、酔って電車でダイナミックに寝過ごしてしまった話。すごいピンポイントだね。もうなんかそれはこっちがする。佐藤クイズです。自身にとってのヒーローは何々の何々であると、はい、佐藤は昔から答え続けているでしょう。じゃあそろそろ寝るね。今日も一回みんな寝る。一回みんな寝る。